皆さんこんばんはこんばんはと言っていいのか、えー、こんにちはでしょうかちょうど、えー、5時半なんか狭間の時間ですねはいはい今日一日あの皆さんはどんな一日でしたでしょうかそう私はね今日あの週一金曜日が唯一のお休みなのではいあの少しね経理全く やっってこなかったんですいつもだったら上半期に上半期分の経理はまとめてあのやるんですね。でまたあの後半やる。であの1月にあのまとめて、えー、提出できるようにあの作る。あの源泉徴収票などがね届いてから、えー、書類にあの書くという書くっていうか。 あの、入金などもね、していくっていうことをやっているんですが、全くやってこなかったんですよ、今年はね。えー、まあちょっとね、企業塾に2月から入っちゃったりして、まあ残念ながらその企業塾は8月いっぱいで辞めることにしたんですけれども、あの、まあ2月から、 えー、7ヶ月ね、結構忙しかったですね。で、その間にあの2回、公式ラインのキャンペーンなどもやったりしました。はい、えー、こちらですね、えー、公式ラインにご登録いただきますと、3大特典、えーここっち、こっちにあります、あなたの自己実現へと導く折れない心と疲れない体を作り。 えー、自己実現へ導くパワーリリースヨガ。はいということで折れない心の作り方そして疲れない心を作る秘訣などあの文章で PDF であの差し上げてます。そして最後3個目が、えっと、椅子ヨガ。あのお仕事ねされてる人、まあ、会社でお勤めの人もそうですけど椅子にずっと座ったままですとお尻の筋肉もぺちゃんこにもちろんなりますしあの何しろ足がむくむんですよね。 むくむってことは足の血流やリンパの流れが良くなりませんあのよく悪くなるので体には非常によくないですだから座ったままできるあの足足の動かし方などをねあの動画で8分の動画で伝えてますまあヨガはね全部どのポーズでもあの椅子に座ったままでも実はできるんですねなのであのこっちぜひ登録してあの椅子ヨガね あのやってみてください。はい、肩こりもねあの、ヨガで治りますから。で、今日はですね、えー、あの私のあのが書いた「ヨガの幸せに生きる知恵」という朗読ライブをあの8月続けてきたんですけど、読み終わりました。なので、まあ、ぜひねあの、購入して読んでいただけたら嬉しいんですけど、今日はは、えっと一言ね、あのと言っていうか、何でしょうね、まあ、 自分を信じるっていうか、自分に自己暗示をかけることの大切さを少しあの話していきます。それはどういうことかというと、まあ、仕事をしていたり、考え事をしていたり、まあ、作家の方は、まあ、私も一応作家の端くれですけど、物語をね書こうと思ってて、アイディアが全然浮かばなくて、も何日も何日も苦しむことがあります。まああの女性起業業家ででももね個人事業主でも、まあ 個人事業主はメルマガ書いたりフェイスブックライブしたりインスタグラムとか TikTok とかさまざまな媒体で発信していると思うんですけどどんな文章を書けばいいかなってあの分からなくなるとき悩むときがあると思うんですね。でそんでそんなときもう煮詰まっちゃったら風邪を入れましょう。 風を入れるとね、あの少し新しい風が頭の中に吹くので、アイディアが浮かぶことがあります。そして、まあだから何をするかっていうと、まあ散歩に行くのがすごくいいかなと思いますね。あの体も使います。で、風も本当に感じますし、ね足も使いますから、脳の活性化にはいいと思います。あとはまあ家の掃除をしてみたりとか、あのお料理を作ってみるとか、別のことをしてみると、ちょっとね、脳がリフレッシュ したりすするかなと思いますそしてあの自分は必ずできるよく考えれば必ずきっとうまくいくっていうふうにね自分に暗示をかけてください間違っても自分はダメなのではないかいやダメなんだと思い込まないことですなんでかっていうとそういうふうにあの思い込んじゃうとそうなっちゃうのねできるものでもできなくなりますだから はい自分はできるんだ、うまくいくんだっていうふうにあの自分に自己暗示をかけてください。はい、あの小さな、えー、ねあの折れない心の作り方お話しさせていただきました。それではですね、私たちの戦争体験らこれ学研教育出版からあの出版されています。私あな7、えー、これはね えっと、10巻、シリーズで10巻出ていて、私が執筆させていただ,いた,だいたのは7巻の,あの原爆の本でございます。そして、えー、その中で私はあの広島の語り部さんを取材しています。はい、あのこの中には4作品 四人の作家で、一冊の本になっています。はい、ではね、ちょっと読ませていただきます。あ、なんでね、あの、もう原爆落とされた日も終わったし、終戦記念日も終わったし。八月六日、八月九日、9えー、八月十五日じゃないのに、なんで戦争の物語。書いたものを読むのって、あの、不思議に思われている方もいらっしゃると思うので、あの、そこをちょっと説明しますと、えっと、ありがたいこと。 とことに劇団プロデュース F という姫路兵庫県の姫路市にありますあの劇団プロデュース F さんが、えー、朗読劇として9月の23日11時から土曜日ですねあと14時から2回土曜日は2回ですで24日14時から1回のみというあの朗読劇をやって くれるんですねであ,のありがたいことに私の作品を選んでいただいたのであのできればねあの見に行きたい聞きに行きたいんですけれども土曜日も日曜日も <laughs> お仕事してますし、ね、残念ながら代行、まあ、入れれば行けるんですけど、まあ、残念ながらねあの東京の地から大成況になることを応援したいなと思って今日朗読ライブをさせていただきます。 なんかねちょっと姫路であのヨガのセミナーやってくださいとかねそういう仕事があったら、えー、こちらの都内の仕事は代行入れて行っちゃうんですけどねそしてあの <laughs> 劇団プロデュース F さんの朗読劇見に行きたいんですけど残念ながらそういう話もないので <laughs> なので朗読ライブしていきます。キノコもが見えた森本和子著 広川和恵の家は宮島の商店街にある。もみじまんじゅうを売っている土産物屋と旅館を経営していたので、戦時中でも食べるものに困ることはなかった。和恵は15歳、5人兄弟の2番目だ。上に姉の美代子、弟の和美、妹の文子、生まれたばかりの敏彦がいた。 風は2週間前、盲腸の手術で勤労動員から解除され自宅へ返されていた。姉の美代子は明日勤労動員で広島に行く海子のために自分の着物をほどいて服を作っていた。黒い服なら敵から爆弾を落とされることはないから、美代子の手はおしゃべりの間も休むことはなかった。 やがて胸にポケットがある襟の大きな上着が出来上がった。ふみちゃん、できたよ。着てみて。美代子が作った服は、ふみ子にぴったりだった。母の説が赤ん坊の敏彦を抱きながら言った。美代子ちゃん、ありがとね。この服がふみちゃんを守ってくれる。よかったね、ふみちゃん。うん。美代子姉ちゃん、ありがとう。 文子はくるっっと回って見せた。1945年昭和20年8月6日朝から雲一つない青空が広がっていたふみ子は美代子が作ってくれた服を着て朝早くから勤労動員で広島市内に出かけていった風はは十日市にある山陽女学校へ向かっていた 廿日市の駅で同級生の品田幸子と一緒になった病気の品田幸子は勤労動員を免れていた2人の同級生たちは勤労動員で呉の軍事工場で飛行機の部品を作っていた和恵ちゃんが戻ってきてくれて嬉しいわうち1人だけ取り残されてどんなに肩身が狭かったか 大きい声では言えんけど、うちは盲腸になって、えかったと思っとる。盲腸痛かったのに、工場の寮は軟禁虫が出て、体中が痒うなるし、夜になると家が恋しゅうて、みんな泣くんよ。うちも家に帰りたかった、盲腸のおかげよ。うちも兵隊さんのボタン付けはうんざりじゃ。兵隊さんはいばり腐るし、いつまで続くんじゃろうか。 し、ゆきちゃん、そんなこと言うたらいけんよ。誰が聞いとるかもしれんけ。この道にはうちら以外おらんよ。その時だった。空がピカッと光り、ドドドド,ドーという大きな音が鳴り響いた。たくさんのものが頭の上にバラバラと落ちてきた。かずえとゆき子は防空頭巾をかぶり、道端に伏せた。 しばらくして、風と雪子が顔を上げると、広島方面の上空に、もくもくと巨大な雲の形をした雲が見えた。キノコの形をした雲が見えた。雪ちゃん、何が起きたんじゃろうあんな大きいキノコ雲、初めて見た。はよ、学校へ行こう。風と雪子は学校へと急いだ。 二人が山陽女学校についてみると、学校の窓ガラスはすべて粉々に割れていた。たった今、広島市内にな大きな爆弾が落とされました。みんなすぐに家に帰るように。まだ年若い後藤先生は、青ざめた顔に震える声で言った。和江は家路へと急いだ。20日市の駅に着くと、駅は人でごった返していた。 体中が真っ黒になった人たち、服は破れ、皮膚は垂れ下がっている。ひい、ば、化け物あまりの恐ろしい姿に、和江は思わず目を背けると、その場にしゃがみ込み、吐いた。黒焦げの人たちもぐったりしながらも、宮島への連絡船に乗り込んでくる。その人たちから、広島は焼け野原じゃ、という声を聞いた。 広島の方を見ると空一面が真っ黒い煙に覆われ火の,火,火の海になっている弟と妹はどうしとるんじゃろう風は流行る気持ちで宮島への連絡船に乗った宮島の桟橋には島中の人がみんな出てきたのではないかと思,る思われるほど人人人でいっぱいだった 真っ黒に焼け焦げ、ボロで、まるでボロ切れのようになった人たちも連絡船から降りてくる。そんな変わり果てた姿になっても、自分の家族は一目で見分けがつくのだ。ボロ切れのようになった人を抱きかかえるようにして家に連れて帰ろうとしていた。ズ恵は家まで転がるようにして走って帰った。ズ恵、よう無事で帰ってきた。よかったの。 お父ちゃんは、カズえを抱きしめた。ふみちゃんと、カズちゃんは、まだ帰ってこん。これから父ちゃんは、みおこ姉ちゃんと二人を探しに行ってくる。お母ちゃんは血の、血のみごを抱きしめて、混乱していた。大丈夫。ふみちゃんも、かずちゃんも、無事で帰ってくるけ。みおこがお母ちゃんをなだめている。お父ちゃん、私も行く。カズえはだめじゃ。 包丁の手術をしたばかりじゃろそれじゃあ私はふみちゃんとかずちゃんを桟橋しで待ってる頼むよ姉ちゃん父ちゃん気をつけてね二人を無事に連れて帰ってきてね風は父ちゃんとお姉ちゃんを見送るといても立ってもいられず桟橋しまで走った桟橋しはけが人と宮島の人たちであふれるばかりになっていた お医者さんと看護婦さんが桟橋でけが人の応急処置をしていたようやく宮島までの連絡船に乗ったものの船の中で行きたてしまった人もいたそういう人たちは桟橋の脇に敷かれたむしろの上に寝かされていた和えはぼーっとそれらを見ていた桟橋に船が着くと弟の和美と妹の芙子の姿を探した 時間が経つにつれ、ボロボロになって帰ってくる人が増えてくる。真っ黒に焼けただれた我が子を背負って帰ってくる人、焼け出されて宮島の親戚を頼ってくる人、どこの誰だかわからない被爆者も連絡船に乗って寺などの臨時収容施設に運び込まれていた。 真っ黒に焼けただれた我が子を背負って帰ってくる人、焼け出されて宮島の親戚を頼ってくる人、どこの誰だかわからない被爆者も連絡船に乗って寺などの臨時収容施設に運び込まれていた。それなのに一向に和美と文子の姿は見えない。既に日はとっぷりくれかかっていた。 やがて泥まみれの服装で弟のかずみが帰ってきた。かずえはかずみに走り寄った。かずみ、かずみだね。よかった、無事で。姉、ね、ちゃん、よけ人が死んどる。ピカッと光って真っ暗で、火の海じゃ。生きてるもんはおらん。俺だけじゃ。友達もみんな死んでしもうた。夢中で帰ってきたんよ。大変じゃったね。さあ、うちに帰ろう。 母ちゃんが待っとる。風はかずみを抱きかかえるようにして歩いた。かずみはピカッと光った時に、建物に身を隠して助かったという。その夜遅く、お父ちゃんとお姉ちゃんが帰ってきた。広島は地獄じゃ。お父ちゃんがポツリと言った。お父ちゃんとお姉ちゃんはそれから2日間、広島の街の中を妹の文子を探して歩いたが、見つけることはできなかった。 3日目の夜になって、近所に住む武田さんがき席切って家に来た。うちの息子が、へ坂か国民学校で広川の名札をつけた女学生を見た、言うて、息を引き取ったんよ。はいおふみちゃんを連れて帰ってあげて。ありがとう。あんたもつらいのによう来てくれはったの。ありがとう。息子の最後の言葉じゃったけ。 お母ちゃんは武田さんの肩を抱きしめた。武田さんは息子が亡くなった悲しみに、ひる間もなく、文子の場所を、居場所を伝えに来てくれたのだ。明日の朝、妹の文子を探しに行くことになった。お父ちゃん、私も連れてって。お前はダメじゃ。足でまといじゃん。お父ちゃん、お願い、連れてって。 ふみちゃんを探しに行きたいの。私が盲腸にならんかったらふみちゃんと一緒に広島におったはずなんじゃけ。ふみちゃん一人でどんなに心細いかお願い。連れてって。風は泣きながらお父ちゃんにすがりついた。お父ちゃん、風を連れて行ってあげて。ようやく落ち着きを取り戻したお母ちゃんが言った。 翌日、風はお父ちゃんと共に広島の市内に入った。今までそこにあったはずの建物が崩れ落ち、石ころの山になっている。残された壁に人の影がくっきりと刻まれていた。ムッとする匂いが鼻をついた。広島の市内は風の想像を超えていた。真っ黒に焼け焦げた人たちが折り重なるように死んでいった。風は怖くて、 体の震えが止まらなかった。顔は真っ青になっていた。ほいじゃ系の、こんでもええと言うたんじゃん。お前にこんな地獄を見せとうなかったんじゃ。うん。でも大丈夫。ふみちゃんを見つけにゃ。よし、偉いぞ。お前がしっかりしてくれんと、この先進めんけの。ふみ子を連れて帰ろうで。うん。 坂国民学校の広い校庭には、真っ黒に腫れ上がり、行走が変わった人たちが、足の踏み場もないくらいぎっしりと転がされ、必死で手を挙げてうめいていた。水をください。助けてください。風の心の中にふつふつと怒りがこみ上げてきた。広い、広いよ。この人たち、何も悪いことしていないのに。風は思わず叫んでいた。 風え、大丈夫かうん。ふみちゃんを早う見つけんにゃん。風の中から恐怖は消えていた。あるのは言いようのない悲しみと怒りだけだった。風えとお父ちゃんは真っ黒な一人一人に、すいません。ごめんなさい。頑張ってくださいね。と声をかけながら、ふみ子を探して歩いた。校庭の隅に、失礼しました。 ようやくたどり着くと、一人の女の子が焼け焦けんた木に体を持たせかけてしょんぼりと座っていた。風はその女の子にそっ,とそっと聞いてみた。広川という名前の女の子を探しに来たんじゃけど、この辺におらんかった広川の名札をつけた子なら、ゆうべまでここにおったんよ。 でも、お便所に行ったきり戻ってこんよ。女の子は虫の息で答えてくれた。ありがとう。風えとお父ちゃんが立ち去ろうとすると、おっちゃん、お姉ちゃん、うちのお父ちゃん、お母ちゃんは来てくれんのかね私ここにおるのに。私らも必死でしゃ探して、やっとここまでたどり着いたんよ。あんたのお父ちゃん、お母ちゃんもきっと探しに来てくださるよ。 だから、頑張って待っとるんよ。風は女の子の肩をそっと抱きしめていった。よかった。押したら来てくれるんじゃね。それだけ言うと女の子は生きえてしまった。お父ちゃん。風はお父ちゃんの胸で泣いた。お父ちゃんは風を抱きしめた。風、落ち着いたらふみ子を探しに行くで。 校庭裏の便所の方へ行くと、そこには死体が山積みにされていた。その根元の方にふみコがいた。顔と手足は大やけどを負って死体のように転ばされていた。お父ちゃん、ふみちゃんじゃ。風はふみコに気がつくと駆け寄った。ふみちゃん、来たよ。父ちゃん、お姉ちゃん、来てくれたんね。ふみコがうっすらと目を開けた。ふみちゃん、 よう生きとったね。ふみこの顔は半分、半分が黒焦げになっていて、左半分は生焼けで、皮膚がスルッとむけていたのだ。お姉ちゃん、うち水が飲みたい。喉が焼けるように熱いよ。かろうじて、その左側の口がわずかに開いた。かずえは自分の水筒から水を含んで、一滴一滴、口移しでふみこに水を飲ませてやった。 おいしい、お姉ちゃん、ありがとう。水が飲みたかったんじゃん。カズエ、ちょっと。お父ちゃんがカズエを手招きすると、小声で言った。お前に毒が回るといけんから、わしがやる。当時、原爆の毒が回る、毒がうつる、水を飲んだ人は死ぬ、と言われていたのだ。 風邪に代わってお父ちゃんが口移しに水を飲ませてやると文子は切れ切れの息で言った。お父ちゃんはタバコ臭いけい嫌じゃお姉ちゃんが飲ませてくれたんが美味しかったこんな半死半生の状態でも意識がはっきりしていてタバコ臭いのが分かるのかと思うと風邪は不思議な気がした。 月明かりの中、風邪は妹の芙美子に夜通し口移しで水を飲ませ続けた。翌朝、風邪とお父ちゃんはリヤカーに芙美子を乗せて家に連れ帰った。芙美子は家で一番風通しのいい部屋に寝かされ、家族の誰かがいつもそばに着いた。芙美子は一日中、お母ちゃん、お姉ちゃん、痛い,いよ、痛い,いよ、とうめいていた。 飲ませてやる薬もつけてやる薬もない。ふみ子にしてやれることは焼けただれた手足のうじを箸でつまんで取ってやることだけだった。広島に原爆が落とされてから9日後の8月15日、日本は終戦を迎えた。8月30日の朝、私死んじゃうのうん、うん。ふみちゃんは死ないよ。ずえは涙をこらえていった。 私、行きたい。死にたくない。それがふみ子の最後の言葉になった。ふみ子の体はピクリとも動かなくなった。ふみちゃん、ふみちゃん。風はふみ子の体を抱きしめた。風の方を涙が濡らした。お母ちゃん、お父ちゃん、ふみちゃんが、ふみちゃんが。風は家族を呼んだ。なんでもう少し早く戦争をやめてくれなんだか。 そしたら、文子は死なんで済んだのに、お父ちゃんが拳を握りしめ、体を震わせていった。その目には涙が光っていた。はい、これで、えー、私のキノコグモは見えた。 の戦争体験、えー。被爆者から実際聞きました子供向けのノンフィクションです。で、お話ししてくださった人のご紹介をします。タクはカズエさん、えー。旧姓広川さんは、広島県の宮島で旅館とお土産屋さんを営む家に生まれました。女学校3年生の時広島、広島の原爆を体験した一人です。お父さんと一緒に、 原爆によって、行方のわからなくなった妹のふみ子さんを探しに行った時のことは今でもはっきりと覚えています。たった一発の原爆によって、幼くして亡くなった妹のふみ子さんのことを多くの人に知ってもらうために、今回、自身の体験を話してくれました。結局、あのお父さんもねお姉さんのみよ子さんもあの被爆してしまったということですよね。あの 広島の原爆が落とされたところに田桑和恵さんもそうですけどあの後から行ってしまってあの原爆をね受けてしまったと同じことになりました。で宮島とは厳島神社のある宮島は古くから秋の宮島と呼ばれ日本三景の一つとして多くの関 観光客を集めてきました海に浮かぶように立つ姿が美しい厳島神社は1400年の歴史を持つ古い神社です和江さんの家も観光客相手の旅館とお土産屋さんを営んでいました広島に原爆が落とされた後宮島には多くの被災者が収容されていました 厳島神社がユネスコの世界遺産に指定された今でも毎年300人を超える環境観光客が訪れています。はいあのぜひですね、あの図書館であの私たちの戦争体験なら原爆図書館でリクエストをすればねあの読めると思います。私もなぜか まあ、10冊ぐらい購入したんですけど、もう手元にこの1冊しかないので、あの私のところに欲しいと言ってもあの、お分けすることはできませんので、学研教育出版にあの直接ねあの、欲しい方は連絡するか、もしくは図書館であのリクエストして読んでいただければと思います。はい、私もね、もう何度もこのキノコウが見えた、毎年。 あの、八月六日、八月十五日、今年はちょっと八月十五日。あの、やらなかった。朗読ライブやらなかったんですけど、もう毎年のように朗読ライブやっています。多くの人たちに、あの被爆者の気持ち、そして、あの何の罪もない人たち。日常のね。普通の生活し,たしている人たちが、そして、普通の,あの市民の営みがある町が。 一発の原爆によって破壊されたというね。あの歴史上忘れてはいけないことですね。で、私もなんか港区でね。あのシンガポールに修学旅行行くっていう学校もあるようですが、まあ、思えば小学生でシンガポール行かなくても、この広島や長崎の原爆記念館をね。あの見る見学するとか。まあ、日本の歴史が。 ある京都を見学するとか日本のことをもっともっとね小学生のうちに知る,知るべきじゃないのかなっていうふうには思ってますだから私も機会があったらもうどんどん何度でも朗読ライブキノコン雲が見えたしていきたいと思いますもしねどっかの学校であのキノコン雲が見えた朗読ライブしてくださいっていうご要望があればまあ八王子市内多摩市あの近隣でしたら いきますので、あの、お声かけていただければ嬉しいです。はい、それでは今日はこれで終わります。少々長くなったかもしれませんけれども、作家でヨガ講師、パワーリリースヨガを教えています。はい、やっぱりね、 ああの、まあこのまこタクワさんもそうなんですけど、もう本当に被爆者の方には頭が下がります。あのもうね自分がすごい辛い思いをして生きてこられました、そして同じ日本人なのに、自分が全く悪くないのに、被爆者ということで差別された方々もいっぱいいます。就職できなかったり あの結婚できなかったりねあの言われなき差別を受けてな,なのであの被爆者ということを隠して生活してきた方がいっぱいいます。高橋さんもね当初はあの被爆者ということを隠されていましたね。ですがあの自分の使命に目覚めて自分が生き残ったからには多くの人に自分と同じようなあの苦しみを味わってほしくないということであの語り部。 をやられることになって、まあ、修学旅行で広島に来た子どもたちにもご自分の,あの被爆体験を語られているんですね。 だからね、ねあのつもう本当だったらね、アメリカ、米軍を恨んだっていいのに、そうじゃなくて、同じ苦しみを味わってほしくないっていう後世の人のために、あの被爆者の語り部の方は立ち上がっていらっしゃいます。もう素晴らしいなと思います。で、アメリカではね、まだね、あの原爆のキノコ雲をね、あの交渉にしてる学校があるんですよね。ねあのひ 原爆を落としたことを是としている、良かった、良しとしている学校もあるんですね。だから、やっぱりあのね辛い思いをした人、しかもね一般の人ですよ、あの軍事基地でもないし、ね市民の町ですよ、そんなところにね原爆を落として許されることじゃないって思いますね。まあ、今ねだから 世界はきな臭くなってますけれども、一日も早くあのウクライナ戦争をね、収まってほしいなと思います。まあ願ってますけど、本当に、あの、微力な私ですからね、何もできない、ただね、ね、祈ることしかできませんけれども、まあ、祈りの力はねあの、強いと思います。だから、多くの方が早く、一刻も早く世界が平和になるようにって祈ってくださったら、 ね、あのいつなるかは分かりませんけどももう祈っていくしかないですねそして周りの人と仲良く自分の足元を平和にしていくっていうことが大事なんじゃないでしょうかねそっかに泉あり自分の身近なところに泉があるんだよということわざがあります。はい、それででででではまたたたお会いいきたら嬉ししす作家でヨガ講師